浮世の風景は幾千年も変わらないというの。人の ふむ、何時からの誘いであればよかろう。巫女修行の会では一連の修行を終えた後に祝詞を正確に暗唱できれば直解を得られる。人間にとっては簡単じゃが、狐族にとっては最も困難と言える部分じゃ。何す代理になる、つまり正解の修行は
とても過酷なものじゃ。数々の試練を乗り越え、戒律を守らねばならぬ。この修行において秘訣はただ一つのみ。夜こっそり盗み食いをするとき、バレないようにすることじゃ。冥界にまで上がるには、世を見定めることのできる天地冥殺の境地に達する必要がある。この境地に達すれば、一般的には神の目が授与され、普通の狐族をはるかに超える寿命を得ることとなる。鳴神大社の上界は、昔から鳴神大社の宮司のみが持つものじゃ。上界は栄誉称号に似たようなもので、実力とは関係がない。じゃが実力においても最強のわらわが上界を名乗るのは、そう間違ってはおらぬことじゃろう。
大半の者の一生は紙に書いても数行にしかならず、そのほとんどが退屈な物語なんです。やっ、